こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズン、ラリーガ第20節、ビジャレアル対アトレティコデマドリードの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオは、ただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと、思います。では早速始めていきます。ビジャレアルの、ごめんなさい噛みました、ビジャレアルのホーム、デラセラミカで試合は行われました。ビジャレアルはエメリのもと 4-4-2 の形です。 4-4-2 ですね。ゴールキーパールジー、右サイドバックフォイト、センターバックはラウル・アルビオルと、パウ・トーレスのコンビ、左サイドバックにはエストピニャンが入ってます。で、右モイ・ゴメス、キャプエとパレホの中盤に、左アルベルト・モレノ、ツートップジェラール・モレーノとトリエロスというような形でした。でアトレティコの方は、シメオネ監督のもと、こちらも 4-4-2-4-4-2 の形です。ゴールキーパーオブラク、右サイドバックマルコス・ジョレンテ、センターバックはフェリペとエルモソのコンビで、左サイドバックロディが入り、右に今回カラスコが入ってました。で左で、中盤2枚にデパウルとコンドグビア、左レマル、ツートップクーニャとアンヘル・コレアというような形でした。スタートですね。では得点シーン紹介していきます。開始9分30秒、アトレティコが先制点を取ります。ハーフラインあたりで、ビジャレアルのビルドアップ中なんですけれども、降りてきたパレホが、サイドバック確かパウトーレスか誰かにパスを配球しようとしたんですけど、まあ、その横パスをですね、アンヘル・コレアがスティールしまして、その位置から、まあ、ハーフウェイラインあたりから、まあ、ロングシュートを放ちまして、見事ゴールに入りました。まあ、ルジのね、ゴールキーパールジの、まあ、ポジショニングだったり立ち位置っていうのは、まあ、事前に確認してたと思うんですけども、まあコレアがね、ここ最近ね、まあ、ここ最近というか、まあ、今シーズンの昨シーズンも含め、まあ、アトレティコで結構ね、まあ、重要な役割をずっと担ってますけれども、こういった局面でもねしっかりとこう狙ってた、まあ、これはまあコレアを褒めたいなと思うことと、まあ、パレホに関してはちょっとまあ軽率なミスだったなという印象です。で27分40秒、ビジャレアルが土手を奪います。左からのセットプレーで、パレホのキックを、オブラクが一度弾くも、パウトーレスが詰めてゴールと。でこのシーンなんですけれども、まあ、オブラク、弾く形にはなってしまったんですけれども、多分ねボールが見えなかったと思うんです。多分ブラインドになって、ボールが見えなかったので、まあ、急にボールが出てきてそれに反応するという形だったので、さすがにオブラクといえど、まあ、キャッチはできなかったのかなと、まあ、それに対してしっかりとね、寄せていたパウトーレスもさすがだなと思うんですけれども、まあ、ビジャレアルがねこういった形で得点を取れて、まあ、よかったんじゃないかなと思います。で後半57分、ビジャレアルが、逆転弾を奪います。パウトーレスからアルベルト・モレノへと、パス背後へのパスを出しまして、一度つながらないんですけれども、キャプエが頭で拾いまして、それをアルベルト・モレ、ジェラール・モレノへとつなぎまして、ジェラール・モレノからまた背後へと、するパスを出しまして、それを、モレノがしっかりと、まあ、ゴールキーパーに当たる形ではあったんですけれども沈めて、ゴールを奪いました。で66分、アトレティコが、同点弾を奪います。左の幅で受けたカラスコの縦への侵入から、まあ、マイナスのクロスを、上げまして、それをコレアがダイレクトで合わせるんですけれども、一度弾かれます。弾かれるんですけれども、弾かれたボールをボックス外から上がってきていたコンドグビアが、見事沈めまして、同点弾を奪いました。で形的には以上になりまして、合計スコア2対2という形で、痛み分けという形で試合は終了しました。では各チームのお話に行きたいなと思うんですけれども、まず、ビジャレアルの方からいきます。ビジャレアルは基本的に 4-4-2 の形で、まあ、スタートはしてるんですけれども、ビルドアップというか、まあ、守備に関しては結構まあ前からある程度ハイプレスをかけていくと。でその状況になると結構 4-2-4 のような形になったりとか、本当にサイドの選手は結構ね、アトレティコのサイドバックの選手近くにまで、もう近づいてもうビルドアップさせないというような形で、ハイプレスをある程度仕掛けていました。まあ、状況に応じてね、まあ、ブロックを組むっていう形もあったんですけど、まあ、しっかりとね、ある程度強度を持ってプレーしてたので、まあ、アトレティコからすると、まあ、だいぶ辛い、
結果というかね、まあ、守備の対応されてたので、ビジャレアルとしては、まあ、守備でもね優勢を取ってたと思います。で攻撃に関してはエスピニャンが結構高めの位置で幅を取るので、結構3バック化のような形になってました。なんでフォイト、ラウル・アルビオル、パウ・トーレスの3バックのような形で幅を形成して、まあ、右はモイ・ゴメスが基本的には幅を取るんですけど、まあその最初から結構幅を取ってるわけではなかったりしたので、結構ねハーフライン、まあ、中の方に絞ったりしてたので、まあ、あの辺はもうちょっと幅取ってももしかしたらいいのかなと思ったりはしたんですけれども、まあ、もしかしたらまあエミリーがねそういう指示をしてる可能性はあるんで、ただでもね結局それで結構センターバック近くにボールというかね、例えばパウ・トーレスがボールを左のセンターバックとして3バック化した時にね持ってる時にこうパウ・トーレスだったら逆サイドまでねパスを通せるんですけども、その状況でやっぱモイ・ゴメスが中に入ってきてしまってる状況だと、ディフェンダーの近くにいることになるので、まあ、ボールをカットされたりする可能性があるので、まあ、それだったらもうちょっと幅をね、取った方が良かったんじゃないかなとは正直思うんですけど、まあ、そこがねちょっと結構気になる、点ではありました。なんですけれども、まあ、他の形でビルドアップするってなった時にやっぱり降りてくるパレホだったりとかキャプエだったりとかが、まあ、特にパレホがそうですけれども降りてきた時にやっぱこうダイレクトでサイドにはたいたりとか、サイドバックとセンターバックの背後を狙う、エスティピニャンがその背後を狙ってましたけれども、まあ、そこへの配球の質もすごく高かったですし、まあ、今日ねすごくこう目立ってましたけれども、素晴らしいパフォーマンスだったと思いますパレホね。はい、でやっぱりこうアトレティコがねやっぱりブロックを組んでくるとやっぱビジャレアルはなかなか崩すっていうことがなかなかできなかったので、やっぱりどうしてもね、縦早く、そしてスピード感のある攻撃を行うことが、まあ、アトレティコから得点を奪うことで、まあ、相当重要になるなと。やっぱ押し込んだ状況でしっかりとねクロスを上げるだったりとか、まあ、ある程度の攻撃はね、そのサイドからのクロスだったりとかミドルシュートとかは、まあ、ある程度はねこのチームもできるんですけれども、こう中へ侵入していく、まあ、動きだったりとかシステムだったりとかその連動っていう部分は正直あんまり感じられなかったので、まあ、縦というかそのボックス付近で、結構連携で崩そうっていうシーンは結構見えたんですけど、まあ、そこで結構かっさらわれてね、アトレティコボールになるとかもあったんですけど、まあ、そのあたりでもね結構切り替え早く寄せて自分のボールにしてた、ビジャレモルだったので、まあ、そこはそこで良かったんですけど、もっとこうね、深い位置を取るような、まあ、動きだったりとか深い位置をどういう形で取って、味方のサポートありきで仲間というかチームメイトが連動しながら、人を釣り出してその背後のスペースをどう使うかとか誰が使うのかとか、なんかもうちょっとそういうことをね、明確にしていけば、まあ、アトレティコ相手とはいえど、まあまあ、勝利という結果を得られてもおかしくなかったんじゃないかなと思います。で得点シーンの話でねちょっと紹介はしてなかったんですけれども、21分のシーンでビジャレアルがね得点をまた取ったかなっていうシーンがあったんですけど、まあ、なんか VR の結果なんかハンドだったりとかねなんかもろもろあったシーンがあったんですけれども、特に前半は、まあ、良かったと思いますビジャレアル、まあ、後半ね特に60分あたりにちょっとコケとジョアン・フェリックスが入ってシステムが変わってから、ちょっとねもうビジャレアルとしては結構苦しい展開、ずっと後手後手のような状況になってたので、まあ、この辺はねエンベリどうすんのかなとは見てたんですけど、結局最後までね、あんまり変わらなかったので、まあ、交代策とかでね、まあ、イボーラ出したりとか、ペドラサ出したりとかね、まあ、この辺はしてたんですけどね、でもちょっとこうなんていうかな、やられすぎかなっていうのは正直見てて思いましたね。ではアトレティコの方行きたいなと思うんですけれども、アトレティコは試合開始すぐっていうのは結構ね前からのハイプレスを仕掛けてたんです、ある程度ね。なんですけどやっぱ徐々にこうボールを持たれて背後狙われたりしたっていうことを、まあ、リスクに思ったのか結構ブロックを組むような形が多くなってきました。で特に前半はパレホだったりに結構自由に配球されたりしたことで、
振り回されてそこで攻撃、されて結構ね自陣深くで守備をする時間が長くなったっていうことで、後半はね結構しっかりとその辺をしっかりとタイトにね、マークするような形で潰すことはしてたんですけれども、まあ、その状況の中でもなかなかチャンスをねアトレティコは作ることができなくって、後半ね60分先ほども言ったコケとジョアン・フェリックスを投入してシステムを、3-4-2-1、まあ、3-4-3 のような形に変えたことで、まあ、センターバックも3バックに、変わったということになるので、まあ、ジェラル・モレーノ、トリゲロスの、まあ、2トップでアタックしてきても、まあ、1枚多くいるということで、まあ、ある程度優位を持って、ビルドアップができると。で時間も時間でやっぱそのビジャレアルの選手たちもまあ出てくることはできるんでしょうけれども、まあ、ある程度リスクを考えてね、まあ、逆転してるわけですから、なんていうかな、まあ、ある程度ブロックを組んでスペースを埋める、方法を取ったのかなと、まあ、ある程度ね、ハイプレスも仕掛けることはしてたんですけど、下手にね中途半端に行くんであればブロックを組んだ方がいいし、まあ、その辺はねエメリがどちらにするかっていうのをきっぱりとねチームというか、まあ、選手たちに、ね、指示するべきだったとは思うんですけれども、まあ、結果結構ね中途半端な感じになって、やられてるの で結果最後の方は特にね本当幅使われたり中使われたりねもう自由にやられまくってたんで、この辺はね、まあ、ビジャレアルもそうもう結構なんか課題は多いかなと。でアトレティコはアトレティコで、まあ、前半本当にねもう自由に振り回されまくってたんで、まあ、そこはそこでアトレティコにも問題かなと。だから本当にね前半悪いのはアトレティコで後半悪いのはビジャレアルみたいなね、なんか本当にそんな感じの試合でした。で、前からねそのプレスをかけていく特に前半の初めの方はしてたって言ったんですけど、多分ねスアレスがいないことがまあできる一つの要因になってたのかなと。やっぱねスアレスやっぱどうしても運動量だいぶ落ちてますし、でクーニャとアンヘル・コレアだと、まあ、その辺がねしっかりとタイトにできる選手たちなので、まあ、チャレンジしたのかなと、まあ、そこでね先制点取れたことでアトレティコとしても、まあ、あとはブロックを組んで、まあ、固く守ってカウンターみたいなことを、まあ、狙ったのかもしれないですけど、まあ、そこがねちょっとこうなんていうかな、その采配をしてしまったことでビジャレアルが自由にボールを持つ、で自由に配球できる、押し込むっていう展開が生まれてきてしまったので、あのままハイプレス続けてた方が良かったんじゃないかなとは思いますけどね。僕見ててずっと思ってたのはあそこで結構流れも変わったし、ビジャレアルとしてはまあ、ありがたい方向になったので、まあ、ちょっと気になってましたね。で一応さっきもね話したそのハイプレス、アトレティコのハイプレスのシーンなんですけど、ビジャレアルは結構さっきも言ったんですけど、サイドの選手が相手のサイドバック、アトレティコのサイドバックの選手の立ち位置に近いポジショニングを取ってたって言ったんですけど、アトレティコはね結構そのサイドバックサイドの選手、まあ、カラスコだったりとか結構低めの位置にいたので、だからこうボールが出てくるタイミングで縦スライドでアタックしに行くと、まあ、別にね悪いとは言わないですけど、ある程度2トップがこう制限をかけてプレスをしているので、もうちょっと近くに来てもいいんじゃないかなと思いますけどね。ビジャレアルもやっぱりそのパウトーレスをはじめビルドアップというかそのパスの配球うまい選手もまあいるわけですから、あまりフリーにさせすぎるとこう降りてくる選手、特にパレホだったりとかトリゲロスだったりとか、モイゴメスとか、まあ、この辺り、まあ、キャプエもそうかな、まあ、この辺りの降りてくる選手にパコーンってこう一発通されるんで、まあ、この辺はもうちょっとね特にパウトーレスはねしっかりと抑えに行かないと、結構一発出されてましたしね今日もね、まあ、そこずっと気になってました。で、まあ、ブロックを組むってなった時は基本的に 5-3-2 とか 4-4-2 とかね、まあ、この辺使い分けたりしてしっかりとブロックを、固めて、まあ、アトレティコらしさみたいなのも出てたんですけど、まあ、でも結局そこでやられてるんであればね、アトレティコらしさって何なんだみたいなものになってくるんで、まあ、結局そのなんていうかな、どん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 やっぱサッカーというものが進化してて、やっぱ押し込んで相手ゴールに近い位置でボールを回すことがやっぱ得点が生まれやすくなるし、シュートチャンスも増えるわけだし、でアトレティコがやってること自体を、まあ、大否定するわけではないですけれども、やっぱりそのブロックを組むっていう形だけではダメだし、やっぱりその先制点を取ったからといえどこう守備的になるのは早すぎるかなと。もっともっとある程度強度を持って、制限をかけていくことを
していかないと、今日の試合に限らず、勝ち星を落としていく、ことは、否めないし、結果的にそうなってるわけなの でどん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 ね、やっぱレアル・マドリードが今どんどん首位を、もう独走してますけれども、やっぱ他のチームもどんどん力をつけてるわけで、アトレティコがその3位以内にね、確実に入れるみたいな時代はね、なかなか難しいことになってきてますから、やっぱり昨シーズン優勝できたとはいえどね、今シーズンの内容を見てるとちょっと正直言って良くないので、その辺はね、やっぱシメオネが変わっていかないとダメだし、よりこうアップデートしていかないと、他の監督の名前出すのもあんまあれかもしれないですけど、モーリーニョのように、ある程度ちょっと置いていかれるような状況になる可能性はあるので、名前はあっても、アップデートされてないとかね、どうしても守備に偏って結局カウンターは固定してしまうみたいな、モーリーネとはまたちょっと違いますけどね、タイプ的にももっとこう全員連動みたいなこととか、全員攻撃に関しても、ある程度ジョアン・フェリックスだったりとか、そういうタレントも使ったりする指名をねなんで、それはそれでまた同じ守備的な監督でもまた個性はちょっと変わったりはするんですけれども、でもやっぱりその今ね、やっぱこうアトレティコがやっぱもうラリーガをタイトルを取って、でコパも取って、そしてチャンピオンズリーグを取るっていうことを目標にするんであれば、もっともっと目指さなければならないし、逆にもう別にチャンピオンズリーグ優勝目指してませんっていうんであれば、別にこのままでも、ある程度、選手たちが揃ってきて帰ってきてとか、ヒメネス帰ってきてとかね、そういうことがあれば、多少、上向きになる可能性はありますけれども、ただやっぱこう今のレアル・マドリードはヨーロッパの中でもその、最強と言われる、トップ 3,4 ぐらい、リバプール、シティ、チェルシー、バイエルンの次に並ぶぐらいに来てるでしょうから、今のレアル・マドリードはだからこそ、そこに追いつき追い越せを目指すんであれば、やっぱ求めないとダメやと思いますけどね。やっぱアトレティコっていうクラブはやっぱ伝統もあるし、素晴らしいクラブだと思うし、シメオネがね長いこと率いてるので、愛情があるっていうのも分かるんですけど、やっぱり、愛情だけではね解決できないですから、やっぱこう監督として求めるべきところは求めていかないと、やっぱサポーターを喜ばせるものってやっぱ勝利だと思うし、内容云々はね、サポーターだったりそのチームの個性にもよるから、内容は悪くても勝てばいいって思ってるねチームもあるかもしれないですけれども、やっぱアトレティコっていうクラブはやっぱもうビッグクラブだし、ラリーガのねタイトルを取れる戦力を十分持ってるわけですから、やっぱりその辺でね、監督の力量みたいなものが絶対出てくるはずなので、力量差みたいなものがね、もうちょっとこうやってほしいとか、突き詰めてほしいところはもっと突き詰めてほしいし、で中途半端に行くんであればもう元のままでいいし、でチャンピオンズ目指すんであればもっともっとアップデートしていかないとダメだしというような状況でしたね、見てて思ったこと。はい、ということで、今回のラリーガ第20節ビジャレアル対アトレティコでマドリードの総括プレビューは以上になります。非常にね、ラリーガ、最近ねレアル・マドリードを中心に注目また集め出してきてますけれども、僕は結構ねセビージャだったりとか、ラレアルとか、この辺を結構中心に見ることが多いんですけれども、今日の試合はねビジャレアルと、アトレティコでマドリードっていう、大きなクラブ同士の試合だったので、見させていただきました。タレントもね、たくさんいるし、優秀なタレント、それこそねプレミアリーグから引き抜かれそうなタレントも結構いるわけですから、ぜひねラリーが普段見られてない方もねぜひ見ていただければなと思います。僕も普段ねたくさん見ているわけではないんですけれども、毎節2試合ぐらいは大概見てるんで、バラバラにね、ということで、今回は以上になります。ぜひ最後にチャンネル登録と、コメントもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。